刑務所の不正について。社会で言ったら、それは、 犯罪じゃないんだけど、刑務所の中では違反行為っていうことなんだけど、もう26歳になってからなんで、再犯刑務所で名古屋刑務所に行ってるわけですよ。名古屋刑務所っていうのはもう B 級で、そりゃそりゃ悪い。当時のね、平成一桁の頃なんで、私はその初犯の時に、昭和の時から分類センターを通ってるんで、馴染みっちゃ馴染みの刑務所なんですね。それが、えー、数年勤めて、シャバに数年出てき、4年、5年ぐらいで戻ってきてるわけです。で、もう26歳超えてたから、 あの成人刑務所になって。ね 当然、えー、現役の暴力団なんで、生産工場、くでもないようなとこに。しかも、し,しかもそれで、モタコっていうねじしめたり、紙折ったり、なんかそういう、なんか、アイスクリームの棒を袋に入れたりとか、そういうモタコじゃなくて、私は、あの、初犯の時にも、あの、どういうわけか、溶接の仕事したから、まあまあ、それ、木工より溶接の方がいいか、毎日風呂入れるからな、慣れてない仕事よりもって言って、溶接工場を希望して、そこに行けた、行ったっていうことですね。大体、そんな工場を希望する人がいるわけがない。<laughs> でで発100中いくわけですよそうするともうみんなほとんど半分以上ヤクザの人たちで何何組系列のどこどこってこんな若いとこのっていうのは懲罰上がりで来るぐらいしかなくて侵入で入ってくってないんですよただまあいろいろ知ってるとこもあったんで楽だったりはして、まあ最初の12年は大変だったんですけどねでも懲罰もなくこうそういうふうに過ごしていくっていう形になったんだけど途中から面白い現象が起こるわけです政府ってていううのはもう同じ刑務所で何回も来ても来本当に 担当の肩を揉んだりできるぐらいのそれはもうもうそりゃすごい時代でしたよその当時見張りをしたり敷張りしたりなんかあの担当の代わりにあ係長来るからどうのこうの警備隊長来るからどうのこうのみたいなまあ今になったら面白い時代ですわそりゃそんな時に ASF から太郎ちゃん クリーニング工場、洗濯工場知り合いいるの言って、言われるけど。知るわけがないんですよ、私たち。私なんかが。要するに、洗濯工場に毎日、その衛生服の人がこっちの服を着替えたら、自分の名前でよろしくとか。で、最初の頃からそうやって言ってたらしい。だけど、後からシャバで聞いたら、聞いたんだけど、洗濯工場にいる人間が自分に対して連絡をしてくれって。で、よろしくねって言って、いい服、いいものを全部、 変えてくれてるわけですよ。早い期間で。それはどういうことかって言ったら、番号が証拠番号と工場番号っていうのがあるので、洗濯工場に付くヘンプタグには名前が付くわけではないから分からないですよ。ただ、私がこの工場にいるっていうのは分かるんですよ。なぜかって言ったら、その、 自分が初犯刑務所で同期だった人間、仲良かった人間、シャバでも行き来した人間が、ここの、まず図書工場に落ちたわけですよ。図書工場っていうのは、もう特別で何がすごいかっていうと、番号、氏名と名前が全部わかる。というのは物品購入しているから、私の名前がいて、どこの工場に廃役っていうことは図書は全部わかるんです。なぜかって言ったら、名前、証拠番号、氏名が来て、工場番号、車房までわかって、初めて廃本って するわけです例えばフライデーとか 週刊誌。で、が、仮に月刊誌で月刊マガジンとか買ったとすると、それは全部図書が頭に入れるわけです。で図書っていうところは、その、運動だとか、リクレーションとか、遊びっていうのは、図書工場なんて数人しかいないから、みんなでやるときに、他の水上だとか、まあ、水上違うか、エーゼンだとか、そういった管理工場の人たちと一緒にやるわけです。そうすると、そこでたまたま同じ奈良省系の人間たちが何人かいて、 仇でまた来るのかと。だけど彼らはいわば。 刑務所の中でエリートっていうか、出来がいいわけですよ。ってかもう容量が分かってる。で、しかも分類センター、明刑の分類センター通って奈良所の承継行って戻ってきてるから、それは分類の人たちは、ああ、これここでこういう風でって全部分かるから、いはこいつ欲しい、こいつ欲しいって言って使えるっていうことになって、で、彼らはそう楽なことをやって。ただその中で自分だけが <laughs> 再犯でなってるから、けど、もう全然、 で、みんな何とかしてやろうと思うけどでね、そこで自分の工場に全財だけは多めに入れてあげたりとか、本の配布を早くしたり、クリーニングのやつをしてるんだけど、そんな衛生が悪くて、俺によろしくねって言ってることを言わない。彼らは懲役で長いから、このことを自分たちが黙っとけば、わからないわけですよ。会うことがない。だけど、いい、 クリーニングから出てきたクリーニング工場とか洗濯工場から来たいい服が俺にってきてるやつを途中で変えてっちゃうわけですよ。ねえ、もっと古い人たちに自分の成果として渡すわけですもん。それは後になって聞いて全然知らんかった。大人の刑務所はややこしいですよ。ね配色もそのもう前菜のね、量が小豆としゃびしゃびが全然違うんですよ。そしたら配色の人間っていうのは自分たちのとこから出たり色々するから全然違うよ。水上の人間を俺によろしくね。 って言ってたって。 だんだん分かってきたんですよで。こっちは全然分からない。何のこっちゃか分からないんだけど、最初からそういう風だから、あ、こういうことなんだって。そういうのを顔付けとか言ったりするんですよね、実は。顔付け。普通は、その顔付けっていうのは、担当の顔付けだったり、係長の顔付けだったりするわけですよ。だけど、そういう懲役同士の顔付けがあって、ちゅうか、薬山で来てる人たち、ってそれ分からないから、その理屈が。もう私は、珍しいことに、初犯で初めて刑務所に来ちゃってるから、前科前歴も少年院も行ってないんで、とにかくこれ、離脱 そうすれば、長い会食もらえるということで、奈良少年刑務所、三分の一もらえる。四分の一、三分の一の契機で、もらえるから、そっちで離脱届を出せっていうふうになってたんだけど。私は結局出さなかった、で、万金っていうことになったんですよね。なんか、レアケースがレアケースで繋がって、こういう形になったということなんで。それが、あの、その時の同期の分類センターから奈良の証刑行って。彼らとは、工場は全然違うんですよ。だから、正直言って、そんなに喋ってはいないんだけど。その、一番苦しい。 見る機に一緒だったということで自分の顔覚えてるからみんながそれをい,いい風にしてくれた。こっちは何にも分かってないんですよ。そんなようなことがあったっていう話です。